もも、母、もは。皆さんこんにちは、ももはです。はい、今日って意味わかんないこと言っちゃったね。ごめん、間違えた。はい、今見てくれてる方ならわかると思うんですけど、今日なんか妙にこいつ、なんか今日顔面なんか色がねえじゃんって思った方、思っといて、いつもと変わんないって言われたらちょっと悲しいから。ねえ、悲しいよね。それが一番一緒。はい、今ベースメイクだけをしている状態なんですけども、ベースメイクとコンタクトを入れております。今日のコンタクトは、土日とか用のコンタクト、遠出するよっていう時用のコンタクトを動画のために開封しました。土日メイクということで、はい、ここにね、メイク道具が書いているということでね、意外にメイク道具使うんだよね。なんか前髪、お風呂入ってない人みたいになっちゃった。さっきちょっとウィッティーにしてこようと思ったら、絶対コメント欄で、もう生えて、もしかして、お風呂生えてないんですかとか言われそう。でもなんか昨日疲れすぎてお風呂入らずに寝て、今日の朝、お風呂をしてきました。お風呂をしてきました。もういいや。喋るとバカがバレるので、やっていきます。じゃあ、アイメイクをやっちゃいますね。あ、本当に口に色がないとやばいね。じゃあ、ビューラーで上げていきます。今思ったらうち鏡用意してないんだ。なんか足りないと思った。鏡か。はい、ビューラーをしていきます。なんか、いつもね、たまにね、メイク動画を出す時があるんですけど、ビューラーのやり方が怖いみたいなコメント欄に書かれるので、ちょっとみんながコメントで、何、若干ずらしながらゆっくり上げていくといいですよって言ったのでね、もう思いっきりみんなのコメント通りにやっていきます。はい、ビューラーをしました。次、マスカラです。マスカラはね、ずっと前から同じで、マジョリカマジョルカのマスカラを使っています。もうこのマスカラ使い始めてどれぐらい時が流れたんだろう。ずっとこのマスカラ使ってるな。で、前までね、下まつげもまた別のマスカラを使ってやってたんですよ。で、割と下まつげをがっつりやるみたいな感じだったんですけど、でも最近はマスカラ完了しました。でも最近は下まつげ用のマスカラを使わなくなりました。なんか下まつげにね、ボリュームありすぎるとなんかあれなんだよね、なんか違うなっていう感じだったんですよ。もっと清楚がいいやって思い始めたんです、最近。前までは下まつげバチバチバチコだよって感じが好きだったんですけど、最近はなんかそうでもないよっていう感じ。こんな感じになりました。まあこれでも下まつげ感あるよっていう人はいると思うんですけど、多めに見てください。次やっていくのはですね、アイシャドウにしよっかな。で、前までアイシャドウね、茶色く端に塗っていたんですけど、最近は茶色く塗ってないですね。まあとりあえず塗っていきます。アイシャドウはジル・スチュワートモデリングルーゼントアイズ02番ですね。02番のこちらの色を使っています。これをアイホールアイホールっていうとさ、ほんと美容系って感じがして、ほいって感じで、みんなに聞きたいんですけど、あ、ここの涙袋ないとか言わないでね、涙袋のとこにも塗っていきたいと思います。クッて出せばあるから。で、なんかみんなに聞きたいことがあったんですけど、みんながアイシャドウをやるときってマスカラの前にアイシャドウをやってるのか、マスカラの後にアイシャドウを塗ってるのか知りたい。なんとなくだけど、マスカラ塗る前にアイシャドウした方がいい気がするんだよね。まあお前やればいいじゃんって話なんだけどね。うん、なんでやんないんだろう。次、こちら、これ新しいよ。これ新しいね。これはエチュードハウスのディアマイエナメルアイズのアイシャドウですね。こちらはなんか端っこ、目の端に目尻って言えばいいのかな、目尻に塗っていきます。これね、めっちゃいいの。めっちゃラメがキラキラしててね、私は、イエベの秋だったので、結構オレンジ系を足すようにしました。こっちの目の端に塗っていきます。目の端に塗れたら涙袋のとこにも塗っていきましょう。
なんかね、なんか最近涙袋、なんか顔面がむくんでる日はね、涙袋がねあるんだよね。でも今日朝めちゃくちゃむくんでたんだけど、尋常じゃないくらい。お風呂とか入ったらさ、若干むくみも取れるから涙袋も取れたんだよね。そこだけ一生残ってろよっていう話なんだけど、はい、濡れました。この、わかります、ちょっと落とすか、このラメラメ感、ちょっとね、光が強いかもしれないから光を落としました。なんだろう、なんかこのさ、目に、目の何もない感ってどうやったら取れるんだろう。やっぱりあれなのかな、アイラインをすると目の何もない感がなくなるのかな。で、私アイラインは、ペンシルタイプを使っております。こちらはキャンメイクアイランナーペンシルの02番。アイライナーって言いづらい、アイライナー言えたわ普通に。で、やる、なんかアイライナーを描くのが下手なので目尻にしかやりません、基本的に。まあいいだろう、これぐらいで。こっちもやっていきます。あ、まあまあいいかも。涙袋だよ。涙袋は涙袋用のやつっていうか、なんかよくわかんないんだけど、なんだろうこれは。なんか家に転がってたんだよね、多分うちのお母さんのやつだと思う。これはラッキートレンディっていうところから出てる。なんか薄いの、ほら結構薄いんですよ、アイラインとかに比べると。まあとりあえず薄いペンシルみたいなやつだったら何でもいいんですけど、まあ涙袋を作っていきますね。ふってって、このここら辺に描いていきます。なんか自分の顔がさ、涙袋が似合う顔なのか似合わない顔なのかが分かんないんだよね。だってさ、なんかよく友達にうちの、なんか涙袋ある人ない部屋って嫌なんだよねみたいな話をすると、なんかでも外国人の人って別に涙袋メイクってあんまりやらないし、ワンチャンない方が似合うんじゃないみたいな言われて、あ、まあそれもそうだけど、うち今住んでるとこ日本だしなとも思ったりもするんだけど、なんかまあどうなんだろうね。もうなんかでもあってもなくても良くないって言われるんですよ、大体の人に。まあ確かに人のことなんで、まあどっちでもいいだろうなと思うんですけどね。まあ私の人生だし別にね。なんかよくさ、私こっちとこっちどっちがいいみたいに聞くじゃないですか。でもなんかなんだろうな、何が痛いの、うちやば、何が痛いんだろうね。でもなんかとりあえずあれですよね、あのなんかまあどっちでもいいって話ですよね。うん、あー、なんか結構がっつり涙袋になるなこれ。なんかさ、たまにコメント欄でさ、ももちゃん涙袋悩ましいって来るんだけど、どこをどう見てあると思ったんだろう。あるように見えるんですかね、メイクすると。一応効果はあるのかな。でもうちのお母さんはなんかもうあってもなくても変わんねえんじゃねみたいな言われて、まあそうだよなって。なんかうちが気にしてることなんて他の人からすると本当にどうでもいいことで、なんか本当にどうでもいいことなんだなって思います。急にネガティブ。でも本当にそうだと思います。自分が気にしてることって大半の時にはどうでもいいんですよ。この間ね、友達に会った時ちょっと嬉しいこと言われて、なんかちょっと嬉しいなと思ったのが、なんかハイライトで若干ここにキラキラのラメをつけます。なんかこの間ね、あ、これはちなみにキャンメイクのハイライト使ってます。この間友達に言われたのがね、あのすごい落ち込んだ時に私に会いたくなるって言われて、なんか私に会うとその悩んでることがどうでもよくなるみたいな。だから、まあ、元気な時にも会いたいけど落ち込んだ時に会うとすごい効き目がやばいみたいに言われて、あ、普通に嬉しいなと思いました。なんかあんまり人のことを掘り下げないんですよ私。なんか掘り下げていく人いるじゃん、めっちゃ。なんかえ、これはこれでどうなったのみたいな。あなたの将来の夢は何なの、この大学に行きたいの、これがやりたいの、じゃあなんでそうなったのみたいな。まあそういう人はそういう人で自由あるからいいんだけど、私はあんま聞かないんですよ。興味ないっていうわけじゃなくて、まあ普通にその人がその話をしてくれるなら聞くけど、しないんだったら聞かないみたいな感じで、ちょうどいいんでしょうね。なんかどうでもいい話をいつもするから、そのどうでもいい話が聞きたくなるって友達に言われて、なんか自分で見て面白かった映画の話とか、自分が読んでめっちゃこれいいよっていう本とかを人に紹介するのが好きで、そういう話をよく友達にするんですけど、なんかその話をすごく聞きたくなるんだよね、落ち込んだ時に言われて。実際にシンプルに嬉しかったですね。自分のどうでもいい話をなんかそんなに押してくれる人がいるんだと思って、めっちゃ嬉しかったです。3CE のなんかオレンジ色のやつ使います。韓国語で読めないんだよね、何なのか。
これをちょっとだけじゃないの、なんか中心を上に置いて全体的に指で伸ばしていく感じ。口が厚みがあるからなんかあれなんだよね、指でやった方が早いんだよね、ブラシより。派手に派手に。リップ本当はこれだけじゃないんですけど、一番重要なリップを下に忘れた。で、口のこのここにハイライトをつけます。分かりづらいけどハイライトついてるんですよね。はい、こんな感じです。でも肝心なあのリップ、私が一番欲してるリップが持ってくんのめんどくせー。あとたまになんですけど、なんかここに涙袋が私好きなので涙袋を描きますね。すごいちょっとですけど涙袋を描きました。で、大体描くときは2つ描くんですよ。なんでかっていうとよくわからないけど2つ描きたいから。はい、この後出かけなきゃいけない用があるので今急いで着替えてきたんですけども、最後は RMK です。リップはね一番最後に塗ります。なんでかというとすぐに取れてしまうからです。はい、これを口の中心部分にだけ塗ります。見て、リップの形がね、なんか塗り方が独特なのか、すごい独特な形してない？もうリップを持ってる持ち主に似るのかな。なんかなんだろう、口のイメージ的にはカラーコンタクトってあるじゃないですか。カラーコンタクトの中でも縁あり縁なしってあるじゃないですか。私の場合は縁なしの口をイメージしてるっていう感じですね。なんかボヤーンとしてるって感じ。なんかはっきり縁を描くっていうよりかはボヤーンとちょっとぼやけてる感じのが好きなんですよね。で、中心部分にグロスを塗っていきます。最近使ってるのはジェルスチュワートのグロスです。私が持ってるデパコスはだいたいタンプレでもらうものが多いですね。この縁のボケ具合がすごく好きで。最後チークを塗っていきます。チークはキャンメイクのクリームチークティント05番のオレンジ色を使っていきます。なんかこうグッグッグッってやるよりかはポンポンポンってのせていく感じで塗っていきます。なんか濃く塗るよりかは本当になんかなんだろう、ちょっとわからない程度、あ、近くで見たらチーク塗ってたんだみたいな感じぐらいに塗っていきます。なんか丸顔の人はね、ここに塗るといいってなんか記事かなんかで見たんですよね、前。なんかオレンジだと分かりにくいんだよね、肌に馴染みすぎて。うん、あ、いい感じです。あ、結構いい感じかも。今日メイクのりがいい。で、なんとなく肌にハイライトを入れていきます。うん、はい、ということで全部のメイクが完成いたしました。髪型なんですけど、今日は雨が降っているので、まあ若干ワンカール巻きをしてるんだろう、若干下の方でワンカール巻きになってるんですけど、まあどうせね巻いても取れちゃうから、まあ基本ちょっとストレートっぽい感じでいきたいと思います。それでは見てくれた皆様ありがとうございます。前髪がなんか最後に急にまとまりをなくしたよ。あんた、前髪が最後に急にまとまりをなくしたけどどうする？うん、わかった、溶かす。はい、こんな感じで全てのメイクが終わりました。見てくれてありがとうございました。バイバーイ。